マンフレート・ゲルラッハは、ドイツの政治家。東西ドイツ再統一直前に、第五大国家評議会議長を務めた。ライプツヒ生まれ。中学校卒業後に裁判所職員となるが、同年違法な青少年団体設立の在場で、少年院に収容された。第二次世界大戦終了後の1945年に、出国し、ドイツ自由民主党に入党。 翌年ライプツヒにおける自由ドイツ青年団の設立者の一人となる。この団体は東ドイツの支配政党ドイツ社会主義統一党の下部組織であった。1947年から1952年までザクセン州における LDPD の青少年問題委員。1949年から1959年まで FDJ 中央委員会委員。 1949年、人民議会議員になる。1950年、ライプツヒ市議会議員を呼び、助役。1952年から1954年まで、ライプツヒ市副市長を呼び、三次会副会長を務める。1951年から1954年まで、通信教育を受け、同様に1964年に、法学博士号取得。 1984年に教授資格を取得。1951年から1953年まで、衛生政党、LDPD の副党首、その後当事務局長を務め、1967年に、マックス・ズーレビアーの公認として、LDPD 党首に就任。1960年、国家評議会副議長を呼び、人民議会国防委員会副委員長の一人に、 選出される。1967年からは翌3組織である国民戦線の評議員の一人となる。1964年に祖国功労勲章及び国民融和政章を受章。1988年にカール・マルクス勲章を受章。東欧革命のさなかの1989年10月13日、ゲルラッハは、 東ドイツの主要な政治家として、初めて SED の一党独裁体制に対する疑問の声を上げた。LDPD において政治や社会を考えることは、東ドイツにおける社会主義とその将来を考えることだというその言葉は、SED の一党独裁家ではありえない発言だった。国民の抗議活動のうねりの中、 SED 政権は退陣し、同年12月6日、SED のエゴン・クレンツの公認として国家評議会議長に就任。翌1990年3月、東ドイツ史上初めての自由選挙が行われ、その結果行われた憲法改正により国家評議会は廃止され、人民議会議長が東ドイツの国家元首とされた。このため、 国家元首の地位はゲルラッハから人民議会議長のザビーネ・ベルクマンポールに移った。自由連合を経て、1990年10月3日の東西ドイツ再統一後は西ドイツの自由民主党に入党。しかし1992年になって、彼が戦後間もない1947年に新中ソ連軍に党の仲間を密告をしていたとされる疑惑が浮上し、 除名審査が開始されたため1993年11月23日に自ら FDP を離党した。密告による公禁致司法所の罪状で裁判が行われたが、いずれも2000年までに証拠不十分あるいは無罪として審理は停止された。東西ドイツ統一後はベルリンで市民権、人権に関する団体で働いていた。2011年に 同地で死去、ありがとうございます。